よいしょ。お疲れ様です。今回なんですけども、まあコメントいただきましてね、コメントをねいただきまして、まあ私がね、ちょっと明かりきついかな、私が革ジャンの中で、まあいろいろと革ジャン紹介してきた中で一番使ったものは何ですかっていうことなんですよ。うん。まあそのことについてですね、受け答えいたします。でね、私ね、アメジャンもロンジャンも違います。うん。一番使ったのは、今から出すんですけども、過去にもね、動画アップロードしておりますが、ね、まずこちら、ね。まずこちらと、こちらとね。で、こちら、革ジャンって言っても、まあ、革ジャン言うても、まあ、コートなんですよ。うん。革ジャンのね。革ジャンのコートなんですよ。うん。この二つ。この二つがね、私、一番、今まで人生の中で、一番長いこと使ったのが、この二つの革ジャンでございます。そう。ということでね、まあ、この革ジャン、見ていただけたらわかるんですけども、ね。まあ、確かにね、腕のとこ見てください。よーく腕のとこ見てくださいよ。この腕ね。腕ね。すごいでしょ。こっちも腕ね。見てください。シワ。シワあるでしょ。ね。そういうことです。こちらはですね、何年使ったことかっていう、まあ、もう毎年毎年、シーズン、まあ、秋冬に向けてですね、使っていくんですけども、こちらは4年使いました。こちらね。こちらの革ジャン。4年使ったわけなんですよ。で、革ですね。牛革。すごい芝生入ってるでしょ。これは4年間、ずーっと使いました。秋冬、春と、ね。で、こちらは寒いんですよ。寒かったけども、頑張ったんですよ、私。寒くても。ね。あまりにも寒いと。こちら。コート。革ジャンのね。コートなんですけども。こちらも結構使いましたよ。もう、写真とか出てるでしょ。新品の状態からね、ここまで仕上げたわけなんですよ。まあ、仕上げたと言いましょうが、これで通勤してたんですよ。うん。で、ちゃんとフラップあるでしょ。フラップね。こっち片方をしまっておきますね。で、内ポケがあるわけなんですよ。うん、こちらはね。コートはね。うん。見せましょうか。ちょっと硬いな。で、ここのね、ウォルトチェーン、財布を出したり入れたりするときにですね。ね。入れたりするときに、ね。すごい。写真出てるでしょ？かっこいいっしょ。ね。財布の出し入れっていうような形ですね。写真が出ております。本来の革のね、写真が出ております。こちらは革ですね。牛革。うん。で、内ポケ見せましょうか。これはね、通勤でね、使って、ね、通勤で使ってね、こちらにね、内ポケがあるんですけども、まあまあ大体携帯と、携帯電話と、タバコとか入れたりいたしましてですね、使ったわけなんですよ。うん。で、これはもう通勤用の、まあ冬に使いました。うん。まあボタンは取れたかどうか、ちょっとそこはね、ちょっとわかんないですけどもね、こちらもですよ。5年ぐらい使ったかな。うん。使ったわけなんですよ。ねえ。もうそれぐらい好きだったわけなんですよ、この革ジャンが。
だからアメジャンとロンジャン違います。ドメクスティックブランド、そうワコマリアさん、おーえそうなんですよ、ワコマリアさんのね革ジャンなわけなんですよ。うん、いいでしょう。まあそれで話は終わっては終わってきは、うん、終わってしまいますが、やっぱり機能性はね、コートが一番いい。だって5号ポケット、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 中にポケット5、5号ポケットあるわけなんですよ、ポケットがね。だからこの中にね、携帯電話入れたりとか、ね、手袋入れたりとか、ね。まあ、そういったことでもうほんと便利、こう通勤の時に。スーツの上に着れる。もうそれが何とも言えない。ね、スーツの上に着れるでしょ、これワコマリアさんの。もうね品番忘れてしまいました。でここ見てくださいね、ここね、なんかピンつけれるでしょ、かっこいいじゃないですか、そういうとこがかっこいいじゃないですか、そういうとこがね。だから使えたわけなんですよ、これピンね、なんかさピンをつけたりとかいたしましてね、使えるのと、まあね、もういろんなことありましたよ。人生に悩んだ時もございましたし、ね、いろいろと喧嘩もいたしましたし ね、帰り際もうホテルで泊まって帰ろうかなとかね、もう家帰らずに、もういろんな思い出があるわけなんですよ。こけた時もありましたよ、朝一でこけた時もございました。うん、なんだわっしょわっしょ言ってな、わっしょわっしょ、祭りの時期ですよね。でこちらはちょっと音うるさいからごめんなさいね。まあ使用感ございまして使えたわけなんですよね。まあね、これあ同僚に見られてね、同僚じゃなかったら後輩に見られて、私のこと日の丸さんってチャラ男ですかって言われましたよ。これね、これとウォレットチェーン下げてね、うん、言われたこともございます。もうそういっていろんな思い出があるわけなんですよ。4年間か5年間いろいろあるわけなんです。これをローテーション組んで使ってたわけなんですよ。だからもう年数ではそうですね、4、5年、うん、5年と4年、うん、使っておりましたね。今思えば何だったんだろうなっていうような、いろんな思い出がよみがえってくる中でですよ、うん、いろんなことあったなとか、これ見るたびにね、いろんなことあったなとかね、買う時にもね、これを買う時にもそう、メールが入って、日の丸さんスタッツが入ったシングルライダースジャケットがなんか入りましたよって、あの E メールで来たんですよ。ほんなそしたらもう仕事帰り行きますわ言うて、で買って帰ってね、そういった思いでありまして、これはもうこれももうなんかやっぱスーツに似合うであろうというようなねことでね、これは本当に真冬の日でも本当助かりました、うん、雨の日も台風の日もオバマ大統領来た日もトランプ大統領はあれか夏かな、どっちも夏かな、まあいいですよ。冬にねもういろんなことがあったわけなんですよ。共に戦ってきた革ジャンです、人生にとってね、私の人生にとって共に戦ってきた革ジャンなわけなんですよ、うん、まあね、皆さんもいろいろとあると思いますがね、皆さんもいろいろとあると思います。うん、まあそういったことでね、今回コメントリクエストといたしましてですね、まあワコマリア一番使ったのはこの2つですね。うん、ワコマリアさんの、うん、雨の日も台風の日もくじけた時もね、いろいろありましたよ。もうへこんだ時もありましたしね、もうその中で唯一戦ってきた、今でも残してるっていうこともね、ある意味いいことなんですよ、うんね、かっこいいですね。今思えばこれ太いでしょ、シルエットが太くて腕回りね、腕回り太くて、こっちはもう本当にピチーとね、ピチーとしてるわけね。サイズ感はこれね M、 あ、じゃあ SM、うん、のサイズ感です M、 MS ね、 M、 ごめんなさいね、 MS のサイズ感です、うん、
まあ、その方、品番によってはやっぱりシルエットが違いますのと、やっぱり年式によっては全然ね、あの年式違ってきますので、その点は注意してやっぱり試着してね、買っておりますので、うん、ね、ということでね、汗びっしょになっておりますが、もうこの辺で終わらせてくださいということで、コメントのリクエストといたしまして、私が、何回も妄想ですが、一番革ジャンの中でね、一番革ジャンの中で使ったのはね、こちらの2つでございました。ということで今回終わりたいと思っております。コメントの方、本当に誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。ありがとうございました。ここ暑い、向こうにクーラーあるんですけどね、こっちもクーラーつけとけばよかったな、ね、それでは失礼いたしますね。暑い。